こんにちは。12月期のクズハ校の初中級、中級以上のテーマは両方ともですね、リクエストレッスンということで、昨年の12月も同じようにやっているのですが、皆さんの苦手なところ、もしくは得意なところでもっと伸ばしたいと思っているところを、リクエストをいただく形で、コーチの方がそんな皆さんのリクエストに応えるレッスンとなっています。1週目、2週目は、ストローク系のリクエスト、まあ、フォアハンドストロークですとかバックハンドストロークですとか、まあ、もっと具体的にこう例えばスライスだとか、高い打点とか、そういうオーダーでも構いません。3週目、4週目はネットプレー系の皆さんからのリクエスト、ボレー、スマッシュ、必要に応じてはラリーで、練習したり球出しで練習したりすることも可能です。この機会にぜひ、皆さんのモヤモヤを吹き飛ばして、2020年すっきりした形で終えて2021年を迎えられればいいかなと思ってます。いろんなコーチのいろんなアドバイスも比較的聞けると思うので、この機会に行ったことのないクラスや時間帯などにも皆さんお越しください。お待ちしてます。